コスプレキスなんかねえじゃんか。クマのドリームだったクマ。パームではちゃんとコスプレ喫茶ってなってたけどな。直前で変更したとか？入ってみませんか。え、そういう趣味？こいつ探偵っすよ。コスプレなんて流行る前から変装してたっしょ。いえ、まあいいです。それよりこの扉を僕の合図で開けてもらえませんか。よかった、あなたは話が早い。ちょ、何こんなとこで武器出してんの。3、2、1、行きます。展示かな。すごい力作。藤川さん、ペルソナで探ってみてください。ちょっと待っていいよ。ここ学校だよ。出るわけないじゃん。出ないのに叫ばせるとか、何の罰ゲーム？お願いします。しょうがないな。変な空気になっても知らないからね。放っておけないし、この中探ってみるしかないか。じゃあ私はここからバックアップするね。あ？なら俺もここに残る。ひょっとして私の護衛のとともに？幹事のくせに優しいじゃん。うっせえよ。シャドウに襲われても知らねえかんな。冗談だって。じゃあ先輩、私は幹事と待ってる。すみませんが、僕はこの出し物以外の場所を調べてみます。気になるものも見つけたし。え、あ、そう。じゃ、ナオトとは俺が行くわ。こっちは相棒がいれば心配することもねえしな。任せろって。報告待ってろよ。じゃ、さっきの入り口で落ち合おうぜ。
まだデートにないやついるよ。クマ武装クマ。イザナギ撃。行くよ、止まれ。この花咲くよ。金時の足。あの敵、海賊船の攻撃に弱いの。隠れるんだ、敵の気配。動きを。くらえ、さらげ。守って、飛ぶ。金時の足。敵あと一体。後ろにも注意しなくちゃ。行くよ、止まれ。構えありて構えなしってね。イエーイ、勝利のポーズ。待って先輩、シャドウじゃない気配がする。誰かいるみたい、探してみて。待って、今何か。ちょっと嫌だ。どこだろう、近そうだけど。その人たちだと思う。何者だ。ああ危ないって、そういうの人に向けちゃダメなんだよ。何者だと聞いている。何者って、そこなか知恵です。あなたたち八十神高校生ですよね。その制服だと。八十神高校生です。こんな可愛いお嬢ちゃんがいるとは。クマもかっこいいか。はいはい、黙って。あなたたち怪我は。シャドウがいたと思うけど。あ、シャドウっていうのは、あの化け物か。襲われたが追い払った。あ、シャドウ。でもさっき泣いてたクマよね。どうしたクマ。怖かった。怖いのに前回言って。こんなところ怖いよね。そのつもりだったが。けどこの先まだまだ長そう。クマよ、クマの花ちょっとは効くんだからね。長いのか。なら一回戻った方がよくない。花村たちとも合流したいし。戻る。私も戻る。戻りたい。わかった。君たちと一緒に行かせてくれ。あ、うん、もちろん。私はゼン、彼女はレイ、そう呼んでる。ゼン君とレイちゃんだね。大丈夫、置いていかないよ。うん、ありがとう。
まだデータにないやつもいるよ。出た、ベロベロお化け、なめんなよ。見てもらった方が早いですね。来てください。